はい、それではよろしくお願いします。お願いしま す。はい、今日はね、宇野昌磨さんが初めて来てもらったということで、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、完全にあれなんですよね、オフ対戦は初めてなんです。初めてです。そう、で、先ほどちょっと僕もお任せやったんですけど、まあ、全く勝てなくてそんなことあるんですか。プロゲーマー敗北記事になっちゃう。また懐かしい。再びので、なんか結構やっぱ上手かったから、皆さんね、ちょっとやってみてほしいなと思って、まあ、僕もちょっと改めてもう一回やるんですけど、だから4人とお孫で普通にやってみると、いうのが1本目、で、2本目はメインの企画なんだけど、スマブラチームビンゴと、最近話題のね、そう、満足さんが提供してくれたやつがあるんで、それをちょっとやっていこうと。あ、どうです。いや、僕ちょっとなんかもういつもの知るより緊張感あるなって。ああ、いや、そう、引き締まる感じ。もうあんまりね、そういうのなくやってほしいっていう。わかりました。そう、切っての要望がありましたんで。じゃあもう全然緊張しません。少しですよ。何言われてももう大丈夫です。何ですか。何言われても NG ほとんどないんで。ここにお前。はい、とりあえずスマブラの状況だけちょっと聞いておきたいんですけど、最近はどんだけやってるんですか。でもこの話をもらってから 2,3 ヶ月ぶりにスマブラを開いて、スマブラ触ったって感じで。なるほど。そう、まあ、あとはもう大会を見る専門って感じ。年単位でやってないとかではなく、まあ、たまにやる感じですよね。はい、だから 2,3 ヶ月ぶりにってことだから、まあ、負けられないですよね。まあ、ブランクはありますからね。そのブランクは。分かりました。やりましょうか。じゃあ、ちょっと僕から、まあ多分弱い順ってことですか。弱い順になりました。俺から言わせてよ。ちょっと2番目になりたくないな。いや、なる。俺と来ました。翔太さん評価どっちなんですか。いや、まあ、いや、あ、でもね、やっぱセンシティブっすこれ。お互い自分の方がちょっと上かなって思い合ってる同士。どうなんだろうな。出演回数さえもゲストの方が多いから、この未知数ってところでちょっと僕の次ってことさせて。なるほど。まあ、そういう理由があるなら丸め込まれすぎだろ。そういう理由じゃねえと絶対。じゃあ変わりますか。東郷さんのオマって、お前は杯でしか見たことないですけど、お前は杯って。いや、お前は杯でしかやんないよ。お前は杯で当たってたよね、ここ。そう、初戦のカードがここで。どっちが、ん、いや、それでショーン君が勝って、そう、ヤフーニュースの。ヤフーニュースの。そう。で、俺がすぐ叩かれるって。まあ、でもヤンニーいるから。いや、え、これ将軍さんのキャラ良くないですか。いい、いい、これは勝ちたい。本間君がちょっと癖のあるファイターが、ね、多い。あ、メンメン。それ僕、あ、でも、なんかぽい、やばい、ぽい、ぽい、ぽい。完全に上位互換。シモリが絶妙にしたりてるな、これ。なんか、ね、短いムチを。あ、うまい。でも将軍何いいもん。あうるさい。ウキウキだ。これは、あ、これは、あ、まあまあまあ、ナチュラルダメや。ちょ、わかんない、なんでわかんないんだ。すごい、めんめん動くのすごいな。さっき取り戻したよ、まあ、そのめんめんの。そう、予感してた。引く予感してた。これは、え、いや、これあのだけヤンニンについて言ってるわけだからね。ヤンニン有識者です。いや、うるさいな。いや、人間見ない技か。相当ほどの指信頼してますでしょ。いや、でも DA は大事でしょ、たぶん、オマで。まあ、ヤンニンの DA、 あれでもありました、将軍理論で、オマでは難しいことしないのが大事っていうのが。そう、あ、そうね、プライドは捨てることが大事。このようにおお、で、うまい、やめて。これは回転切りだな。何が、まあ、無理しないこと。なんかディレイかかってる。いい、怖いよ。うまい、ジャンパーがいい。おお、これはでかい。誰だ、なんか友達同士の対戦見てるみたい。来ないで。ルフレは結構使いやすいで、チームビンゴ界でも、ね、評価高いからですけど、ね、最近へぇ、絶対使えない。チームだとちょっと強いよね。まあ、確かに実力が。あー、本当にこれ、いや、惜しい。え、
強引に通す。ちょっと早い、強引が出るまで。あ、これは？これは？ああ最大今のカスだったな相当。まあこんぐらいやってもらわないとね。うん、マロに取れなかったら、うん、まあそうだね。こっちも厳しいよね。うん、なるほど。あれ。百列。百列グズが。うるさいな。いや強いんだってマジで。リドリーは結構まあお前強じゃない？そう、そうらしいんだけどよくわかんないんだよな。うまい。お任せ会あるわ。あー、見逃さない。あー、危ない。むずいむずい。あ、あれそうなんだ。でかいよこそれ。斜めないっす。タイヤボックスだと思ってる。おー、ジャッキ君だ。できるだろう。剣は相当難しいんじゃないですか。うん、ここね、剣こそプライド捨てて大丈夫。うん、龍剣は結構捨ててたな、すでに。おい、まあ、まだワンチャンある。強い。ロイ、ロイは強いね。これはちゃんとあります。おー、噛み合った。いや、いけるぞこれまだ。いや、デイジーも癖多いな、どうしようから。しかも最後スティーブなのに。ロイが強い。いや、ロイ。いや、うるさい、ね。ロイ俺も頑張ってるだろ。やめて、やだよ。いや、ひどいんだけど。生き生きするもん、ロイ。いや、俺が生き生きしてる。勝手にロイが一人で生き生きしてるのやめてよ。全部俺が動かすんだよ。うわぁ。本気の外ベッカム。うわぁ、不合になってる。ここで時の本気声でスティーブの粘度が分かる。うん、まあまあまだ復帰ミスってオン。オマあるある。あ、やばいやばい。これはうわ、いや、これはいける。いや、これはいける。スティーブね、どんなもんか。あ、え、あれ、あ、でも、あれ、あれ、あれ、崖もそれっぽかった。この中で一番スティーブうまいかも。え、クンチン出てる。ちょっとこれは、うわぁ、ぽいぽい。おぉ、ガノン、やばい、ガノンも生き生きしてきた。いや、うまい。これは、これはおっ、どうなんだこれ。おー、不思議。狭い狭い狭い。うわダイヤが出ないね。はっ、うまい。あスティーブちゃんと動いてる。さっきね、ミユ練習したんだよね。それを知ってたからね、動くのは知ってたんだよ。まあまあ、行きましょうか、次。2試合目、満足さん。はい、満足さんってお任せしかやってないもんね。まあそうっすね。これ負けらんないよね。正直、俺の見立てだと宇野昌磨さんはこっから厳しいんじゃないかと思ってる。いや、まあ一応ね、ちょっと厳しいんじゃないかと思ってる。4人厳しくありだけど。宇野昌磨さん的には満足には勝てぶっちゃけ。一回お待ちやりませんでしたっけ。え、違う、別人か。別人だ。別人だ。違った、よかった。ヤンリンがいるけど、まあ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 許容範囲と言ってもいいですかね。僕のヤンリンはキモいですよ。知らねえよ。ちゃあっちも言ってる。こっちも言ってる。ソロなしでやんなきゃいけないね今日は。ゼロサブはいいんじゃないですか。結構多分一番やった時期に一番強かったのが、うん、確かに確かに、こういうキャラをそつなく使いこなしてた印象ある。うん、投げがぶってるのか、オマのあれなのかってとこではある。
ブルーやついますからね、オマで。そうオマで字が出すやつ一番ダメですから。あー、わかる。俺一番なんか下手くそなって字が出すっぽいことをやろうとしたんだよね。わかる。でも面白いからしょうがないんですよね、それが。勝つたびには違う。いやそう、まずゼロ君結構爆発タイプだから、うん、ん、あ、まあ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 、まあ、これ当たってたらこっちが勘弁してほしい、満足側が困る。火力はもう追いついた。まあ撃墜レースは実際に撃墜の方が強そうではあるか、どうでしょう。めちゃくちゃいい勝負だよ。絶対にこの1本目取るっていう気迫がすごい。緊張感が。さあ、まあ、パーセントはやや押されていくわ。ほら、うん、おっ、まあ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 、次のキャラはハルコン、見たことあんまないか。あ、でも今のステップは動く人のステップなんですか。さあ、これは、欲しい。これすごい、そうな雰囲気出てるな。この崖、これ、うめきスペシャルです。崖話、ジャンプ書きね。カジさん、ありがとうございます。おー、いいぞ。そう、少年が怪しそうじゃないかな。いやでもリュカね、意外と簡単っていうのが最近の通説。リュカは難しいとされてたんですけど、写真があるのなんか分かりやすいよね。そう、問題復帰とかなんかその辺ができれば。また復帰はね、やっぱむずいままですから。いうことは12回ぐらい押してて、操作から赤始めるんじゃん。まだ16回やね。ごめんなさい、テロップで修正してみたらしい。さあ、これはおお、うまい。あ、この撃墜グダンナイカがこの試合を大きく左右する気はします。監督さん、さあ、お互い相当真剣なのがマジで伝わってくるな。そうね、溶けちゃおうみたいなのがないね、ないね、全然ない、全くない。お前おはようとかありがちや。一切ない。もう一回使っちゃおうとかありましたからね、お前おはようは。みんなプライドを感じる。さあ、このファルコンが高いパンチ、じわじわとなんかね、時間が長い。これは結構満足さんとってプレッシャーなんじゃないか。ありますが、うわ、さあ、これは、うわぁ。嘘だろ。できるか。うわぁ、ね、後ろ見てたんでワイヤーで復帰できなかった。なるほど、なるほど。うわぁ、ゴブ。ロボット、ロボ強そうだな。ロボはいけんじゃない。結構さっきからあの俺たちの発言に対して、うん、ショーマさん笑ってくれてんだけど、うん、満足無言なんだ。うわ、これは、ああ、うわ、見たかった。決まるところが、うわ、あえてで、ね、ちょっとね、あ、でかい。でかいっす、でかいっす、本当に僕だな。137、139。ここでかそう。でかい。送りバント性能高いからね、2人とも。どうした、勇気のこの蹴る、これでかいんじゃないか。うん、お互い、お互いの攻撃上がりが170対170。あーあー、見た。しっかり軌道に行くまで確認。面白すぎだろ。ただこれが結構きついか。ただヤンリンの180を倒しきる能力、そうね、相当高い。俺のヤンリンはキモいぞって言って、うん、めちゃーって、俺、あ、コマが飛ぶすぎだろ。さあ、ゲッチはどうでしょうか。ゲッチは結構最近のキャラクターだからな。うん、さあ、これはしっかり一方キモすぎだろ、一方。なってる。結構10分コースだ。うわ、軽さが、うん、さあ、ただ、タイトンは、いや、ズームはやばいな、逆に。なるほど、タイトンがやっぱ
なるほどね。しっかりと。これで撃墜しようもんだから。ただね、パーセントはいい感じに。よし。さあ、これは？おお。フレームは分かってる。間に合わないこといいかしら。おお。おお、結構ジョーカー細いキャラだからな。うん。え、だしアルセーヌ来るまではちょっとぐだるかも。そうね。さあ、この復帰措置がいいか。ここでお、ダメージが伸びそうだった。ここで一発トーストのジョーカー的には結構苦しい。さあ、すっかり手堅く。強気。そうね。駆けつったら空母とかでも撃墜するでしょうから。もしね、10分やってるかね、これ。さあ、おー、しっかり。これは結構撃墜する方が多くなってきたのではないでしょうか。あ、手堅いな、満足さん。おー、分かった。うわー、さあ、アルセヌ、ここでアルセヌ、ここ耐えれば。おー、の DA は DA 来るでしょって。なるほどね。強い強さを知ってるからこそね。いやー、悔しい。翔吾さんの記録超えた。いや、 俺は負けてるから。さあ、これはこれはだいぶやばいね。どっちも強くないように見えるけど。まあ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 、ダークサムス。いやだね、ケプさんね、ダックハンド使えんだよ、ちょっと。まあ、副特色さっきちょっと上手かったな。うん、そうね。ダックハンドは悪くない。あれ練習してんの、あれ。いや、普通に、今ダックハント練習してる。空はなんか、まあ、ケプサのパーティーだったらまだやりやすいかもですかね、これ。まあ、結構簡単な気がするっていうか、単発火力高いですからね。やることもはっきりしてるし。そう、これネスきついんじゃないの、ケミコ。ネス顔が、ネス顔が。ああ、どうなんだろう。ネス自体は結構復帰とかできるんだったら、オマはそこそこですよ、多分。ボタン押せるなら強いですね。まあ、これはかなり力強い。空はちょっといいね。これくらいパックマンもなかなか弱そうだ。お、いや、ギリシャ死ななきゃいいみたいな。余裕がなかったよな、ってことで。3回出してるし、必死すぎよ。俺が順調だからって。惜しい。結構ファンタスティックプレイ多いよ。うん、確かに。そう、そう。ファンタスティックプレイヤーだ。2連射すごい。さあ、しっかり見ていく。あとなんか完全に使えないみたいなキャラがあんまりいなさそうなのがなんかすごいな。確かに、うん、目立って弱かったキャラ。そう、俺のリドリーみたいな話ないもんね。リドリーが一番使えないの珍しいっすね。そう、うん、キャラ使ったことないんだよな。お任せあるあるね。あの空のチャックやめてほしい。そう、ちゃんとしてる。これは、いや、その火力高い。手堅いね。手堅い、手堅い。火力高すぎる。ごめんね、ごめんね。また最強だ、これ。あ、そっか、そのまま使えるんだ。まだここだった。うわぁ、まだ空だけだったって可能性あるからね。まあ、そうだね。これも、これもないぞ。いい。まあ、そうね。飼育はちょっと怪しいね。これはさあ、これは阻止できるか。来ない、来ない。そうそう、オーケー。なんかケプトさんの今年1出てるな。今年度1の上振れシーク。シーク強いか。誰も味方しない。全部シーク。観客ガンビネ。あいや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 、パセリよりいい記録出ちゃうかな。なんか言うてますよ。なんか言うとりますけども。まあまあ言うとります。
あーごめんね。まあ洗礼浴びせちゃった。まあいいでしょう。仕方ない。仕方ない。まあこういう時もあるからね。お願いします。お願いします。もうこれでも負けたら将軍さんにしか勝たなかった人になっちゃうから。ちょっとやばいかもしれない。いやいやいや。まあ本来そうあるべきだ。まあまあまあ。いやこっちの方がキャラいい。強いなキャラ。こっちの方がキャラいいな。そうね。これは結構シャッフルする？全然いいですけどね。これちょっとそう、まあ、まあでもいいけどまあ。うん全然。いや無理っすよ。まあまあまあ。見せてみろよ。ごめんなさい、ちょっと振動入れていいですか？ガチなんで。振動がそのくらいあったんですよ。振動がちょっと、いきます。はい、振動出てる。はい、ハルコスタイルだった。ハル、もうすごい新鮮なもん。そんな弾かないだろ。聞かせるかのよ。聞こえるか。これがプロの音だ。一応相性的にはまあピチューがやりやすいみたいな話はあるけど。あ、そうなんだ、これ。まあでも、馬に相性は、ね、捨てないようなもんな。詰めた上での、まあ、相性だからあんまり関係ないんじゃない。まあでも、看護部体重差がね。遊撃なかったら一番使えないと思うけども、加瀬さんやっぱりフォックスウルフはかなり使えるイメージあるから、この辺も、そつなく。あれが下まで行けることを知ってる。知ってる。知ってる。いや、ルイージは必死だな、なんか。俺の回で、なんかその方向性見つけてる。毎日5秒ぐらい、必死認定されて。かわいそうだったね。これは、上島か？おっと、出ないぞ。今の車もなんか、ジャックアバレ全部ガードされて、クエムジャスガードされて、DM も全部ガードされて、ピチュー、どうなんだ？こら、大丈夫、帰った。ああ、確かに、確かに。垂直はね。届いててもですけどね。クエムジャスみたいな。さあ、ジャスガして。クエムジャスガードだいぶファンタスティック。ファンタスティックなんかもう。できそうなオーラもある。さあ、しっかりナーキャンから見たね。重なってくな。これはもしかして、まあまあダメージね。ウェビーやんないやったらガチだ。まあラルクンさんなら倒してた。うん、いい。我慢強い。我慢しようと負けた感じが。ただしっかり撃してくる。おー、いい。パイク。うわ、ジャンプは？ジャンプないよ。うん。あっと、なんか出てないよ。ジャンプない。うわ、怖っ。勝負仕掛けた。いやー、まあまあまあ。それじゃいいんじゃないか。もう、もう、もういい。もういいな。もういいね。もういいね。もう終わった。パックの撃墜が。うえーねー。うんじゃん、今の。おお、しっかり。かなり上様。まあでもガード削ってたからね。こっからキャラ結構強い、マルキナー来るのが。マルキナーやばいね。動かす観点でも結構、ね、2キャラ連続だった。うわー、うん、いやもう。もう入れて。どんだよ、あ、観客冷えるのそんな楽しいんだ。うんだね。うんだね。必死やな。おい、もう。おー、ガードもで。うわ、うまい。懐かしい。惜しい。いや、4勝ってんだけどね。そうね。いや、丁寧。俺もか、でも丁寧は。丁寧服だけやな。OK。運がいいだけ。あ、俺、ケットからだ。一瞬のね、あったんだ。
だまですか。これ終わってルキナで脱ぐんでしょ。鼻だけやお前。お。いいかもしれない。鼻だけや。俺もそうだよ。言われた。どういうキープ。やめてー。これ無視きつそうだよ。うん、まあ、キスされてるね。あ、そうなんだ、やっぱり。本当ですか。うわまあ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 、まあ、だいたい序列というか、雰囲気は分かってきたな。1位ですか。いや、はい、まあ、そういう、はい、そうは言わないけど、まあ、まあ、一緒のやつは分かんないけど、まあ、キルパスは結構こう強かったというか、割と、まあ、そうだよ、まあ、まあ、3ギリギリと。俺はさ、あ俺のギリギリ言う人だったから。いや、まあ、そう、序列的なんで。まあまあ、そう。それで、1本目は、まあ、お任せで対戦してみようということで、うん、まあ、かなりいい勝負になったり、なんなかった時もありましたが、はい、まあ、非常に楽しくできましたということで、はい。宇野昌磨さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。